どうも、飯田です。フェアヘブンを田舎者が暴れてきた第11弾となります。今回は、GTR の育成の方行こうと思います。で、まあちょっと工場の方に放置してたんですが、なんかよく見ると GTR なんか横にどんどん滑っていっていますね。ちゃんとエンジンは切ったはずなんですけどね。これはどういうことなんでしょうか。そしてもうあのラムを見れば分かると思うんですけど、タイヤが埋まってます。はい、ここら辺アスファルトのはずなんですけどね、まあ、タイヤがパンクにしたにしちゃ、リムまでね、リムというかホイールまで埋まっちゃってるんで、これどういうことなのって、まか不思議な世界ですね。まあそんなことはともかく、さて、まあ、前回行き損ねたレースに行こうかなと思います。まあ、一応目的地は設定しましたし、まあ、前回にこれでちゃんと地図を見るんで大丈夫だと思うんですけどね。まあ、あれはね、いつも通り自分の悪い癖なんで、結構ね、変なとこ見落とすんですね、日常生活でも。だからそれでちょっと仕事でよくヘマするんですね。いやー、ほんともうそれで仕事がつらいつらいっていうか、もうほんと自業自得って言えばそうなんですけどね。まあ、ちょっとね、ほんと自分人間関係が苦手なもんですから、まあ、あの技術がうんぬんという話ではなく、もうそこで苦労しています。いや、本当皆様方、就職する前に ある程度人間関係とか気づいた方がいいと思いますよと。でも自分の場合ほぼコミュ障に近いほど何も喋らんので、まあ、自分が特別なんかもしれません、悪い意味で。はい、さて、皆様方のご意見に答えていこうと思います。ナンバーで思い出したけど、一車種ごとに設定できますかと。ナンバープレートは1車種ごとに設定することはできません。まあ、そのプレイヤーごとによりますね。で、ナンバープレートの文字って変更できるのですかと。はい、できます。マルチプレイの方になっちゃうんですけどね、まあ、そちらの方で、文字とか背景とか変更できます。で、まあ、自分はちょっと、まあ、気分によって、まあ、名前変えていますね。で、クロスはよく自爆してくれたなと。確かに。あとクロスがロールドブロックだった時もあったな。あのちゃんね、仕事ができんからといって左遷されたんでしょうかね。もう窓際族というかなっていうか、まあ、見てて愉快だったんでよかった、まあ、それはそれで面白かったんですけどね。しかしクロスって結構なオリエイトだった記憶があるんですが、だって今作のスパイクは見にくいよねって。確かになんかちょっと見にくいですね。まあ、まだホットパーセットに比べるとマシですよ。パトカーの後ろからビュンって出て、なんかお弁当バッグみたいな感じ、ね、それで展開って横に広がっちゃいますから、なんかまあコンピューター相手だったら割と簡単っちゃ簡単なんですけど、あれがね、マルチプレイだったら結構きついものがありますね。まあ、自分もよくやってたんですが、真後ろについたらビュンってね出すんですね。まあ、あれはもう本当回避不可能で、まあ、だからこそ、まあ、振り払うにはちょうどいいんですけどね、まあ、やられるとちょっと厄介かなと。まあ、お互い様ですけどね、そこのとこは。そしで今回スピードラインですね、とりあえず、一応設定しておきましょう。まずトラックタイヤにしておきますね。まあ、舗装路が原因だ、まあ、メインだと思いますので。でナイトロは、バーンプロしか選べないのでこれだけで、シャーシに関しては、まあ、軽量でいいと思います。でボディはな選べない。パートレインは前回ストックのままがいいと言いましたが、今回は、ロングギアプロに したいと思います。プロパーツって基本的にストックよりも全ての特性が上回っていますので、普通のロングギアと違って加速もストックよりいいと。だからまあ結構、まあ、ショートギアが使えないという環境だったらもうロングギアプロの方が早いということです。はい、では行きましょう。さて、モストンテッドカーって逃げる時の方が早い気がする。あ、やべえ、負けちまったからなみたいな、そんなノリなんでしょうかね。まあ、その表現プロもいいですが、ファッツ、しかもなぜ黒、影武者なのでしょうか。有効でなぜか色が元に戻った。え、うん、
プレイヤーの車も摩訶不思議ですね。さて、目標はまあ200キロ超えればいいかな。そしてカーゴシェフ確保。おー危ねえなー、シシさんにぶつかっちゃった。まあとりあえず105、おっとちょっと落ち着こう、俺は焦っても意味がない。あーープロ、あっしもた、ちょっと角度が悪かったな。うっダイナミックに打って、やっぱちょっと落ち着いて走らないといけませんね。まあ、大体の原因はクラッシュです。つかクラッシュ以外特に原因はないと思います。まっすぐ飛べばいいんです。まっすぐ飛べば川越のドヤ顔を破壊しながら、とりあえず早速シルバー。やっぱクラッシュが大きかったな。あとここら辺から、一般車両に気をつけつつ、なんかトランクがまたパカパカ開いていますね。まあ、いい加減日産にクレーム送らないかんですね。でちょっとね、中のうどん10キロぐらいぶっ飛んでもたから、どうにかどうしてくれるんやってね。まあ、多分聞いてくれないと思いますけど、もともとこれ盗難車なんで、まあディーラーに送りくっつける以前の問題かもしれませんが、よし、お、平均時速200キロのですね。これはおっと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 、危ない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 、ちょっと結構道が入り組んでるんで厄介です。よし、お、上位最下来た。あと、とりあえずもうちょっと頑張らなきゃいけないですね。まあそれはあとにして、まあせっかく1位になれてましたし、まああくまでもこの動画の趣旨は GTR を育成するということなんで。さて、まあ市民に掘られないうちに、ちょっと路上真ん中で真ん中で行ったらね、まあ、掘られますし、道端にいても突っ込んできますからね。だってあの市民ってね、対向車線突っ込んできますからね。もう何が何だか。さて、とりあえずあとは最後ですね、パーク&ライブ。じゃあ行きましょう。さて、モッドはどうしようかな。バーン、まあ防具ね、こんな感じか。まあ強化系列は別にいらないかな。やっぱ警察相手だったら、まあ、頼もしいですけど、まあ、正直言うと GTR 結構元からタフなイメージがあるんで、軽量化でも十分敵車突っ飛ばせるかなと。まあ速いしかっこいいし、デストラクションダービーにもてこいな、まあ、3拍子揃った車ですね。さて、バンパーの時は見失って走ってると、いきなり後ろから来るからボストンテッドでも同じだろうかと、なんかそんな感じですね。そういえばとなると、やっぱあそこで見失って、前回あの見失った時点でちょっと立ち止まるべきですね。でもよくよく、振り返ってみれば確かになんか立ち止まる、なんかちょっとグダグダしてる時にワイラーに遭遇したい感じですし、ここは比較的ゆっくりですね。まあ道が入り組んでるってこともありますけど、ちょっと待って、なんか車線速く、変更速くね。まあ、俺もよくやりますけど、周り痛いね。でおい、また突っ切れってむちゃくちゃ言うな、この波は。まあそのむちゃくちゃさがまたいいんですけど、スカイラインが通り抜ける、スカイラインというかインフィニティ G3 号ですね。まあ中身は同じなんですけど、まあ、一応。さて、実際は3号あるじゃ上側に勝てないけどねと。どうでしょうかね、ケースバイケースかもしれません。ただ前回でもストンテとかのイベントに関しては上側のが有利だった気はします。てか前回な、ウワイラもアホの子と言わ、アホの子かって言わんばかりに飛び回ってましたからね。まあ相関し、まあエンジンスペック的には向こうに分がありますし、 GTR ってどっちかというとあのこん、ちょっとダイナミック追い越し、
まあ確かに香川県でも似たような追い越し方はする人いますよ。まあさすがに歩道に乗り上げることはしないですけど、あの右折専用の車線あるじゃないですか。で、あのウィンカーも出さずにね横で出たんですね。まあでも横に曲がるんかなと思ったんですけどね、実は俺の前に出たんで、まあ確かに俺もトロトロ走ってるんで、まあ、空前来たくなる気持ちわからんでもないんですが、まあさすが交通死亡事故率が異様に高いという香川県ですから、まあ納得いく結果と納得いくトレーマナーといえばそうなんですけどね。まあ、でもあれだからあながち市民のことを笑えないですねと言いながら、さすがにダイナミックにあんな風にやるとか、あと対向車線に突っ込んでくるとかそれはないですけど、つかあってたまるかって話ですけどね。さて中途半端なとこ止めたらどうなるんかな。これちゃんと止まってくれてますね。さっきはダイナミックに抜きやがって、やっぱりお前か、つかどんなとこかったでよ、全くマナーのマスラーになってないな。まあそれでも黙認する警察。なんかコメントにきっとストリートレーサーに悩まされる日々が市民と警察は表ませてしまったんだねと。まあありそうだよ、ありそうな感じしますね。まあ警察も空から降ってきたりとか、なんか空中に浮かんで合体したりとかトランスフォームしたりとか、駅やっちゃうぐらいですからね。てか思ったんですが、ここの公園っていいですね。花火も散って、なんかいいお花見スポットかなと。しかし何なんだこのムービーは。公園の素晴らしさをアピールしてるでしょうか。さて今回はライバルたちはおおむねオープンカーですね。潰しがいがありますね。オープンカーを潰すとどうなるか。横転して運転手が潰れる。すなわち雑魚どもをこの世から葬りされるザマーってことですよ。え、何も投げるじゃね。そう言ってるそばにやられちまった。あら、よくも俺のハールを許せ。満金700万円交差絶対に払ってもらう。おお、ジョイサインズが入ってね。どういうことなの。うおっ、エケンタン、おおつかみんなマグナートルメント、おおたまやりよったな。1、おおやろうやらったな。いやもう何回目でしょうかね。ほんとクダクダで申し訳ないです。いつもの言いだと言われたら確かにそうなんですけど、でもねやっぱそれにまあ一応2位はね取ってるんです。2位はただね、結果が伴わないプロセスなんて意味がない、要は勝てばいいのさみたいなことを言ってるんで、まあ、ちゃんと結果を残すために走りましょう。まあやっぱねこの実況やってる以上は1位を取らなきゃいけないわけですから、というわけでいきましょう。まあ、とりあえず、まあ、なんとか1位になったわけですが、しかしこいつは後半から巻き返しが非常にやばいんで、まあ、いかにそれを耐えるかですね。それになんかやたらとドンパってしてきますからね。まあ、かマナーがなってない以前の問題ですわ。え、わしが言うことじゃねえって。え、ないない、でおい1位にって待って、なんかあれやだと早くね思ったんですけどね。確か1位はあれ RA とか GTR かと思ったが、うおっ抜かれた。やっぱショートギアじゃきついとこあるかな。最高速が結構、まだ最高速にすら届いてないんですが、スリップストリームを活用しつつ、やつをテイクダウン。よし、さあこのままゴール いけるの。よっしゃー、スピードランク低い。まあ
あ無事勝てたことですし、いいでしょう。いや本当何回もリトライしたもんですから、この時に勝てると本当嬉しいもんですね。まあ自分だけかもしれませんけどね、相当下手くそだからこそ、まあ、これが嬉しいわけで。さてもうそろそろ時間なんで、今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。